질성 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 질성골 질성골 야 ようやくですよ決めてくれました。まあクリスティアーノのね最初の先制点が決勝点だったんですけど、ジウシーニョついに初ゴールですよ。いやこんな試合に限って見に行けないとはね、もうね逆に悔しかったもん。クリスティアーノのゴール1-0で終わってたらね、ああ見に行けなかったな、よくやったなで終わってたんだけど、ジルソンがねあんだけまあ攻撃の要としてね活躍してくれて、ゴール決めきれずにね、どんだけ外してきたかね、俺の前では。志願の PK すら外す、もうねどんだけ。あとはもうゴール決めるだけだったジルソンがついに決めてくれたのがね、その試合に限ってねちょっと今日だけ見に行けなかったのがねすっごい悔しいぐらい。まあそしてねその快勝で13位ですよ、13位、いつもの順位より2つ上だからね。よくね阪神ファンにいろいろ言われるんで、知り合いに言うんでね、いつもの順位より2つ上ってことは阪神で言えばね、クライマックスシリーズ出場と同じぐらい価値があることですよ。いつもの順位より2つ上だとね、それぐらい非常にね素晴らしいことです。まあね、城福さんも去年は15位だったから、今年ようやくねワンフォーレ甲府史上最高順位が見えてきたと思います。まあ、そして、ね、今日は J2 でね大きいニュースがありましたね。湘南ベルマーレ史上最速の昇格決定。いやこれもね、湘南ベルマーレってチームはね今やもうヴァンフォーレ甲府と最大のライバルなわけですよ。ヴァンフォーレ甲府の動員記録、コセでの動員記録1位、そしてそれから先のね国立開催なんていうの全部、まあ上位は浦和なんですけども、まあコセでの動員記録1位が浦和、その次のね2位3位が湘南なんですよ。確かね湘南相手に J1 昇格のかかった2009年の試合、2対2からねロスタイムのねセットプレー一発で逆転ゴール食らった試合ですね。あれが2位、確か。うちのね当時の守護神阿部健作の癖を見抜いてね、もうここぞという時はこれで点取れってね、作詞反町ですよ、反町、もう忘れもしないあの名前は、畜生めどっかでまた祝い、最近よく聞く気がするけど忘れもしない名前ですね。まあそしてその次がね、そのリベンジマッチ、逆に湘南に勝って昇格を決めた、今回のね昇格 J2 優勝を決めたね2012年の湘南戦2位3位なんですよね、個性での。つまり湘南がねやっぱねヴァンフォーレ甲府にとって今や最大のもう強敵と書いて友と読むっていうぐらいのもう友ですね。ライバルっていうのもそこまでいってるぐらいの相手なわけです。去年も最後はね湘南と甲府の熾烈な残留争い、まあ、最後何試合か残しての決着にはなりましたけどね、最後食らいつく湘南の必死さ、若いチームのね必死さがねもう本当最後恐ろしかったです。これで決まるぞと、これで勝ってね、まあ前落ちた時は大宮で落ちたんで、大宮で勝ってすっきり決めて帰りたいと思ったらね、湘南がロスタイム粘ってこの試合で決まんないことになったと、なんかねうちらとしてはしっくり来なかった。僕としてはやっぱ大宮で落ちただけで大宮で上がりたいっていう思い出があったからしっくり来なかったんだけど、そこはね逆に言えば湘南のね、意地とかね、なんていうか勢いとかね、そういうものを感じさせられた試合だったんですね。だからこの湘南とまた J1 で戦える、今度こそ J1 で戦えるんですよ。前回入れ違いになったからね、強敵と書いて友と読む、来年 J1 で戦いましょう。まあ、そしてねその裏で J2 のね2対4位のね試合が地味じゃないですね、派手にあったわけなんですけども、派手にこう中、ただ中2日でねお互い苦しい試合、0対0のスコアレスドロー、0対0のスコアレスドローだったわけなんですけども、これもね松本山雅にとってはある意味成長を見せた試合だったんじゃないかと。ホームある意味での北九州戦はね、ドリブラー原和樹止められなかったわけですね、ドリブラー2人を止めきれずに最後は1失点許してしまったと。で 1-0 で負けた試合、今日はね相手もまあ中2日で疲れてたとはいえ止め切った、ディフェンスラインが進歩したんじゃないかなと。ああいうドリブラーに対しての対応、ヴァンフォーレ甲府は天皇杯では 0-0 でね0点に抑えたけどね、まあ、松本山もそこまで進歩したわけですまあそして岩田がね負けてくれたんで、これでまた3位との差も開きましたし、4位との差も残り試合1試合減って1、もう上出来ってことにしときましょう。いい試合だったと。まあこっちも中2日で、しかもはるばる九州まで行ってるアウェー戦ですから、勝ち点1拾ってきて上出来じゃないかと。こっからねまた中、3日空きます、中4日か、 J2 は期待してます。そう、来年2015年はサッカー日本リーグ創設50周年です。そして松本山雅もヴァンフォーレ甲府も少なくともチーム創設50年目ってことになるんですね。まあそれぞれにそのリーグ参加を目的に作られたチームなわけです。
そう、この日本サッカーの記念すべき50年目半世紀の節目の年に、このプロヴィンチャの一大勢力が J1 を席巻する日本サッカーの新しい姿がそこにあるわけです。まあ、以上ね、今日はそれぞれね、僕の友と呼べるチームが、仲間と呼べるチームがそれぞれ結果を出してくれたんでね、いやー、いい気分で眠れると思います。